どうも、ミミシキです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はパソコンで動画を再生したり音楽を聴いたりする万能のメディアプレイヤー、ゴムプレイヤーをご紹介したいと思います。皆さん、パソコンの中にある動画のファイルを再生しようとしたら、元から入っていた動画再生ソフトではそのファイル形式が対応してなくて再生できないってことありませんか？ゴムプレイヤーっていう動画再生ソフト、メディアプレイヤーを使えば、様々な形式の動画のファイル、音楽のファイルを再生することができますし、最初からパソコンに入っているメディアプレイヤーと違って、動画の再生速度を自由に変更できたり、動画のある一瞬の決定的瞬間、一コマを画像として保存できたり、他にもいろいろ便利な機能が搭載されているので、動画ファイルをパソコンでよく再生するっていう人、動画の再生速度をちょっと早めにして動画の視聴時間を短くしたい人、そういった人はぜひね、この動画を参考にしてほしいと思います。というわけで今回お話しする内容はこんな感じ。まずゴムプレイヤーのおすすめポイントをご紹介して、そしてソフトのインストールの方法で、ソフトの使い方、そしてこのゴムプレイヤー、これ有料版と無料版の2種類あるんですが、その違いについてご紹介したいと思います。ではまず最初にこのゴムプレイヤーのおすすめポイントなんですが、まあやっぱり基本的に無料なので気軽に使えるっていうことですね。で、無料にもかかわらず、ほぼ大抵の動画、音声のファイルを再生することができます。また、操作画面がとてもシンプルなので、こういったメディアプレイヤーを使うのが初めてっていう方でも、すぐに操作方法を覚えることができます。おすすめの機能をご紹介すると、このゴムプレイヤーは、その動画の再生速度を自由に変更できるので、例えば、1時間ある動画を再生速度をね、1.5 倍とか2倍とかに速くすることで、45分とか30分で視聴することができます。なので、例えば、この尺が長い講義とかセミナーの動画、他には流し見、流し聞きで構わないもの、短時間でさっと内容を把握したいもの、そういったコンテンツを見たり聞いたりする分にはぴったりです。また、語学の勉強、ヒアリングのトレーニングとかでしたら、再生速度をちょっと遅くして聞き取りやすくするということもできます。そして、動画の一コマを画像として保存することができるので、いいシーンとか、決定的瞬間なんかを画像として切り取って、友人とか家族に見せたり、あと YouTube のサムネイルにしたりとか、そういった使い方ができます。それと、プレイリストを作って、お好みの動画とか音楽を聞きたい順番、見たい順番とかに並べて視聴したりすることもできます。インストールの方法は、まずゴムプレイヤーの公式サイトにアクセスします。この動画の概要欄にリンクを記載しておくので、そこからアクセスしてください。公式サイトにアクセスしたら、はい、ここにあるフリーダウンロードというところをクリックするか、はい、ちょっと下の方にスクロールしていくと、はい、ゴムプレイヤーを今すぐ無料でダウンロードっていうところがあるので、はい、Windows の方はこちら、Mac の方はベータ版があるので、はい、それぞれね、お使いのパソコンに合わせたものをダウンロードしてください。そして、ダウンロードしたファイルを実行。言語の選択が出るので、日本語で OK。ゴムプレイヤーセットアップウィザードが開くので、はい、次へをクリック。利用規約を読んで、同意するをクリックします。インストールしたいコンポーネントにチェックを入れてください。不要なものについてはチェックを外してくださいってあります。こちらはお好みでね、チェック入れるか外すかしてください。私はこのまま進みます。インストール先を選んで次へをクリック。途中で他のアプリ、
ソフトインストールするように案内出てきますが、ここはね、必要ない場合は同意しないを選択してください。はい、するとインストールが始まります。セットアップウィザードは完了しましたと出てきたので閉じるをクリック。はい、するとゴムプレイヤーのインストールが完了しましたって出てきました。こちらのブラウザはもう閉じておきましょう。では続いてゴムプレイヤーの使い方なんですが、ゴムプレイヤーを立ち上げるとこんな風な画面が出てきます。無料版のゴムプレイヤーだとこんな風にね、右側とか下に広告が出てきます。右側の広告を消したかったら、この、ね、この真ん中の境目にあるこの小さい三角を、はい、クリックするか、はい、この下にあるこの三角形矢印ですね、はい、このミニウェブっていうところをクリックすると、はい、右側の広告を消すことができます。続いて再生したい動画をこのゴムプレイヤーに読み込みます。ファイルを読み込む方法はもう簡単で、読み込みたいファイル、再生したい動画をゴムプレイヤーにドラッグ&ドロップすれば、はい、ファイルを読み込むことができます。この左上のゴムプレイヤーっていうところをクリックすると、はい、メニューが出てくるので、ここの開く、ね、ここのファイルっていうところからファイルを開いてもいいですし、プレイヤーの下の方にも、はい、ここ開くっていうね、アイコン、ボタンがあります、はい、ここをクリックしても、はい、同じようにパソコンの中の読み込みたいフォルダを開くことができるので、そこからファイルを読み込むことができます。ゴムプレイヤーのこのウィンドウの大きさ、サイズも、はい、ドラッグすることで大きくしたり、はい、小さくしたりすることできますし、右上に全画面とか最小限に抑えます、最大化しますってあるので、スクリーンいっぱいに画面をね、プレイヤーいっぱい画面広げたい時なんかはこちらの方を選択してください。プレイヤーとしての使い方はもうすごく簡単で、はい、この左下のこの再生っていうのを押せば、はい、ね、動画が再生できますし、もう一回押せば一時停止、はい、でもう一回この三角を押せば再生ってなります。動画を止めたい場合はこの四角の停止ボタンをクリック、はい、でこちらの右の矢印をクリックすると早送りっていうか10秒スキップします。で左っか押せば10秒巻き戻るって感じですね。そして、はい、この右下にはこのカメラみたいなアイコン、はい、これを押すとこの一瞬のこの停止してる画像、ここを画像として保存することができます。では続いて、はい、こちらのコントロールパネルっていうのをねクリックします、はい、するとコントロールパネルが開くので、はい、こちらの映像っていうタブをクリックすると、はい、動画の、はい、明るさであったり、はい、コントラスト、サイド、まあ、鮮やかさですね、はい、こういったものを変更することができます。またこちらにも画面キャプチャーでありまして、これも先ほどの静止画の保存と全く同じです。この画面キャプチャーをクリックするとその瞬間を画像として保存することができます。一番下の画面キャプチャー設定っていうのをクリックすると、はい、その画面キャプチャーの、まあ、いろんな設定をねすることができます。こちらのフォーマットっていうところがその画像のファイル形式ですね、はい、PNG とか JPEG、BMP、ビットマップですね、はい、この3種類からどの形式の画像にするか選ぶことができます。まあ一般的には PNG か JPEG にしとけばいいと思います。で一番下の保存フォルダを開くっていうのをクリックすると、静止画を保存したファイルが格納されているフォルダが開きます。こちらの画像の保存先、はい、これを変更したかったらここにユーザー指定ってあります。ここが保存先になるので、はい、この一番右の点々3つ3点リーダーをクリックすると、はい、どこに保存するかを自分でね決めることができます。コントロールパネルの映像タブの横、はい、この音っていうのをクリックすると
はい、音のね調整をいろいろできるようになったりしますし、この一番右の再生っていうのをクリックすると、こちらの再生位置っていうところでは、はい、10秒スキップしたり10秒戻したり、また60秒1分スキップしたり1分戻したりすることができます。こちらの再生速度っていうところの速くっていうところをクリックすると、はい、1段階ねちょっと再生速度が速くなります。はい、押せばねどんどん押すだけどんどん再生速度が上がっていきます。反対に遅くをクリックすると、はい、だんだんね再生速度が遅くなります。通常の再生速度に戻したかったらこの標準というところをクリックします。ショートカットでいうと再生速度を上げるのが C、 遅くするのが X、 標準に戻すのが Z なので、ここはねショートカットを覚えておくと何かと役に立つと思います。でこのリピート再生っていうのは、はい、スタート位置と、はい、終了位置を、はい、こんな風に打ってあげると、はい、この再生バーになんかねこのマーカーがつきます。はい、このマーカーのついたとこだけを、はい、リピート繰り返しして再生するとき、はい、そういうときにこのリピート再生を使います。まあコントロールパネルの使い方としてはこんな感じですね。はい、で、今度はプレイヤーの右下にプレイリストっていうねこんなボタンがあります。はい、これをクリックすると、はい、こんなプレイリストのウィンドウが立ち上がるので、こちらのプレイリストに再生したいファイルをドラッグ&ドロップで読み込んであげれば、はい、自分のねお気に入りのプレイリストを作ることができます。このプレイリストの順番も、はい、ドラッグしてね順番を好きに変えることできますし、はい、あとは、リピート再生とかシャッフル再生とかもできます。こちらのプラスとマイナスでファイルを追加したり削除したりもできます。でこのプレイリストのウィンドウも、はい、こんな風に、はい、ドラッグしてあげるとこのメインのプレイヤーにピタッと磁石みたいにくっつきます。はい、くっつけるとね同じようにくっついて動いてくれるので、はい、便利かなと思います。コントロールプレイヤーも同じですね。はい、このコントロールプレイヤーも、はい、こんな風にピタッと磁石みたいに、はい、それぞれねウィンドウをピタッとくっつけることができます。また自分で作ったプレイリストは、はいね、お好みのプレイリストなんかできましたら自分でねそのプレイリストを保存したりもできます。でこのゴムプレイヤーには有料版のゴムプレイヤープラスっていうのがあります。気になる価格は1500円です。今現在2022年の8月時点で2500円が 40% オフの1500円で購入できるみたいですね。で無料版と有料版の違いは何かっていうと、まあ私が思うに広告が表示されるかどうかです。無料で使えるゴムプレイヤーは広告が表示されます。広告が表示されても構わないのなら無料で使い続ければいいと思います。広告がうるさい邪魔だっていう方は有料のゴムプレイヤープラスにしましょう。価格も1500円でしたらそこまで高くないです。あとは解像度が高い高画質な動画、例えば 4K とか8K の動画をよく見るっていうのであれば有料版の方が快適でサクサク視聴できると思います。有料版にしたいっていうのであればゴムプレイヤーの公式サイトの、はい、ここの購入するっていうところをクリックして、はい、こちらの方で無期限ライセンスっていうのを購入するをクリックするか、ゴムプレイヤープラスの公式サイトのこちらの購入するっていうところから購入してください。で購入するとライセンスキーが発行されます。有料版のゴムプレイヤープラスのソフトのダウンロードは、はい、ゴムプレイヤープラスの公式サイトにアクセスして、はい、でゴムプレイヤープラスを今すぐダウンロードっていうところがあるので、はい、
こちらに32ビットと64ビットの2種類があります。こちらはお使いの Windows のバージョンによってちょっとソフトが違うんですね。なのでお使いのパソコンのシステムのバージョンに合ったものをダウンロードしてください。自分が使っているパソコンが32ビットなのか64ビットなのかわからないっていう場合は、はい、こちらに Windows OS のビット数を確認する方法っていうねリンクがあるので、こちらの方を参照してください。で、有料版のゴムプレイヤープラスは Mac 版ありません。 Windows のみになってしまいます。インストールの手順は先ほどのゴムプレイヤーと全く同じです。有料版のゴムプレイヤープラスを立ち上げると、ユーザーインターフェース、操作画面の見た目とか操作方法はこれ無料版とほぼ一緒です。なので無料版から有料版へ移行しても問題なく使うことができます。はい、いかがだったでしょうか。今回は動画や音楽のファイルをパソコンで再生することができるおすすめのメディアプレイヤー、ゴムプレイヤーをご紹介させていただきました。まずは無料版のゴムプレイヤーをインストールして試しに使ってみてください。ソフトをダウンロードできる公式サイトのリンクはこの動画の概要欄に記載しておきますのでね。はい、といった感じで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは動画や IT を活用して日々の生活を豊かにする情報をお届けしています。もし興味を持っていただけたら、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。この動画が少しでもためになった、参考になったという方は高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。